急成長する宇宙ビジネス、誰もが宇宙を体験できる時代がやってきそうです。水槽を優雅に泳ぐ熱帯魚、後ろに映るのは本物の地球です。実はこの水槽、あるものを使って打ち上げられました。それが、我々がメインで扱っているのは気球です。宇宙の入り口に行くには気球が一番だと思っています。気球を使い熱帯魚を高度28キロの成層圏まで到達させたのは2016年創業の道内企業です。この成功をもとに、次は人を乗せての宇宙旅行を本気で目指しています。結論としてはやっぱり宇宙がより身近になっていくだろうなと、で私たちがそれのきっかけになればいいと。さらに地球と宇宙の間をケーブルでつなぐ宇宙エレベーター構想も。斬新なアイデアで宇宙を手繰り寄せる未知への挑戦をもう一掘りします。もう一掘り。宇宙旅行を実現しようということを研究開発している企業です。先週行われた宇宙産業に特化した就活イベントです。人材確保の面で宇宙産業を支援しようと道が初めて開催しました。ワクワクできるようなその宇宙開発の分野に携われたらいいなと思ってます。これからなんか伸びていくっていうイメージあったので、もう興味が、ただもうシンプルに興味が湧いて今注目を集めるのは江別のスタートアップ企業、岩屋技研です。早ければ今年7月にも気球による宇宙遊覧の実現を目指しています。およそ60人の従業員を率いるのは岩屋圭介社長。幼い頃から宇宙に憧れ、北大で宇宙工学を学びました。しかし、ロケットでそのことを実現すること、それの困難さ、どれほどの大変さが必要かということも、理論的に大体分かったので、何かしら別の手法でできないかなということを調べていた中で、気球だと、このくらいの高さまで上がれると。で、宇宙で何かやりたいことも結構できるんですよ。大学在学中の2011年に研究対象をロケットから気球にシフトチェンジ。気球を使った誰もが行ける宇宙遊覧を目指し会社を設立。一体どういう理屈で人を宇宙の入り口まで飛ばすんですか？はい、まずこちらにあるのが、パイロットとお客様1名ずつ乗る乗り物になってまして、こちらの中にですね、生命維持装置をつけて、この上にヘリウムガスを満たした気球をつけて上まで飛ばしていきます。目指すのは宇宙の入り口、高度25キロの成層圏。ヘリウムガスの浮力を使い、およそ2時間かけて高度25キロまで上昇。1時間ほど遊覧した後、徐々に高度を下げて地上に帰る計画です。重力は地上とほとんど変わりませんが、高度25キロはほぼ真空状態で、気温はマイナス40度から50度の過酷な環境。特殊なプラスチック素材が使われた機密キャビンの内部は真空状態に耐えられ、温度や気圧の変化に対応できるように設計されています。飛行試験を繰り返し、去年10月にはお、海抜高度1万突破しました。どうぞ。これが1万か。国内で初めて気球による高度10キロの成層圏への有人飛行に成功。今後飛行試験を繰り返し、早ければ7月にも宇宙遊覧の実現を目指しています。様々な方がありがたいことに応募していただきまして、その中から5名の搭乗者を選ばせていただきまして、夏以降ですね、いよいよ実際に飛んで、順番に飛んでいただくという形になると思います。宇宙を目指すのは気球だけではありません。ゼネコン大手の大林組は、地球と宇宙の間をケーブルでつなぎ、人や物を輸送する宇宙エレベーターを開発中。
2050年の運用開始を目指す総工費10兆円の一大プロジェクト。一体どんな構想なのか、この後スタジオでお伝えします。エレベータースケール大きすぎて気持ちがあんまりついていけないです。地球からエレベーターですけどもね、総工費10兆円。ではそのエレベーター建設の構想、ちょっと仕組みを簡単にですけども、はい、ご紹介したいと思います。まず地球から3万6000キロ上空の静止軌道という、あの人工衛星なんかがこう通る軌道があるんですが、そこにまずこの衛星を打ち上げます。まずロケットで打ち上げるということですか。はい、そうです。そしてその静止衛星からこのようにですね、エレベーターがこう乗り降りするあのケーブルを垂らします。ケーブル垂らす、すごいね、3万6000キロ垂らすわけ。垂らすのにどのくらい時間がかかるんですか。いや、あの100日単位でかかるようなんですけれども、で地球重力ありますんで、はい、下に引っ張られますよね、うんうん、だからそれとバランスを取るために宇宙側にもケーブルをこう伸ばすという、それでバランスを取るということが大事なんですね。でこのケーブルに昇降機、あのカプセルのようなものをつけて、こう機材なんかを運んでですね、でこの静止衛星のある軌道、この安定した軌道のところにステーションを作ります。ターミナル駅になる場所なんですけれどもね、はい、ここで静止軌道ステーションを組み立てるということで、そのステーション自体は、まあ、いろんな拠点になったりとか、まあ、ゆくゆくは宇宙の観光地になるという場所になる、滞在したりとかですね、はい、ということなんですね。じゃあイメージ映像あります、ご覧ください。はい、こちら、これ海に作られる地上の拠点からこのようにケーブルね、宇宙空間まで伸びてますね、はい、でクライマーと呼ばれるこの昇降機、乗る場所が移動しまして、人や物を宇宙に運んでいくということになるんですよ。 T シャツです、 T シャツ。あ、そこ軽装で行ける未来もあるかもしれない。きっとこう環境がいいんじゃないですか、整えられてる。秋さんどうです。いや、すごい、まあ、SF 映画大好きな39の世界ですけど、なんかでもエレベーターって聞くと、うん、なんかいつもこうマンションで撮ってる立って乗る感じだけど、はい、全然そういうもんじゃないもんね。ちょっとスケールが ね。でも昇降機自体は、ね、30人乗りっていう計画だそうです。シートベルトをつけるんですかね。でいろいろちょっと気になっちゃうんだけど、まだ分かんない部分も、ね、結構あるんですけれども、ただこれはやっぱりメリットというか、 なんか狙って作ろうと思ってるんですよね。そう、これ、実際にじゃあ実現したらメリットというものがいくつか今想定されていまして、例えば宇宙での太陽光発電というのがあります。宇宙で作ったエネルギーを地球に伝送できる、これできたらね、なるほど、やっぱりこう発電の問題いろいろありますんで、ちょっと日本の未来も変わっていくんじゃないか。日本というか多分世界、まあ、世界、まあ、スケールがそうです、ね、ごめんなさい、ちっちゃい発言でごめんなさい。それから、はい、宇宙の観光旅行というのもね、実現できて、まあ、観光客の居住スペースなんかもね、そのステーションに建設できますし、あとは輸送コストが下がります。ロケットでこう宇宙探査を行くとやっぱり費用がかなりかかりますね。100億だ、はい、何百億だってかかりますもんね。それがぐぐっと圧縮できる可能性があります。あとは無重力を使った実験もいろいろできるということで、新しい素材とか、あとは新薬、新しい薬とか、そういったものの開発にも役立てるんじゃないかっていうことなんですよね。井田さん、これすごい未来ですよね。こうなってくるとね、全然ついていけないんですけどこんなことが2050年でしょ。早ければすぐ、いや結構私生きてますよ。26年後ですよ。うん、全然元気、全然元気ね。そうですよね、うん、今健康寿命も伸びてるからね。そう、想像ができないですけど、やっぱり太陽光、エネルギーとか、うん、食料とか、うん、すごい可能性たくさんあるなと思います。食料難も救うかもしれない、うん、だからまだ分かりませんけど、例えばね、農業にも何かこう生かせる研究開発が宇宙の無重力空間で進むとか、そういうこともね、いや楽しみですね。なんか宇宙の話題はこのワクワク感がたまらないなという気がします。今後が楽しみです。